日本東北地方北、東北青森県南部地方緑、南部地方白、津軽地方南部地方は、青森県東部を指していう地域故障。江戸時代に南部市が支配した領域の青森県内部分に相当する。青森県内は南部地方と津軽地方の二つの地方に対別される。同分類は、江戸時代の反省に由来しており、抗議の南部地方とされる。以下、 この南部地方の定義に含まれる自治体を列挙する。この分類ではもともと所属していた軍名に基づいて、下北と上北は命名されているが、38のみ、旧軍名の三個軍と、中心都市の8の兵士から作られた当事後となっている。下北地域を、下北地方、下北半島外にある、上北地域と38地域とを合わせて、38、 上北地方とに分ける場合もある。この時、38上北地方をもって、南部地方、または、県南地方とも言う。下北地域と上北地域を合わせて、二北という故障があるが、これは、両者がかつて北軍として一つであったことに由来する。青森県庁は県内を6つの地区に区分し、各地域に総合的な出先機関である、地域県民局を設置している。 このうち以下の3つの地区が、抗義の南部地方に相当する。気象庁の地域区分では、南部という言葉は使用されないが、以下の地域が南部地方に相当する。二次細分区域では、旧、上北郡域は2分割され、一方を38と合わせ、残りを上北としている。なお、二次細分区域の上北にあたる。 内陸の十和田市と道の奥湾沿岸の野辺寺町では天気が違うこともしばしばであるためさらなる細分化を望む声がある。江戸時代、この地は森岡藩及び八戸藩が支配していた。1872年、広崎藩が南部藩の一部を統合した形で青森県の一部となる。ありがとうございます。